Chris from Philippines and welcome to my channel. Minasan, konnichiwa. Watashi no channelu ni yokoso. Watashi wa Philippine, Chris desu. Hi everyone, welcome back for another reaction video. And for today, I am watching Unbelievable Used Railway Vehicles in Japan Went to the Philippines.This video is from this channel. It was suggested by this viewer. Thank you so much for your wonderful suggestion. では早速始めましょう。ようこそ俺たちのジャパンへ。日本の鉄道技術は世界では群を抜いているということをご存知ですか？日本の鉄道技術の輸出は1977年から始まり、国鉄 DD11 型ディーゼル機関車がベトナムに渡っています。そして1989年に作られた日本車両グラシアという車両、2003年に改良されてからは小金という名前になっています。1989年から2010年に女性向けの欧風車両として走っていました。それが2019年フィリピンのマニラへ行くことに。日本の中古車両を利用した現地の方からは、日本はどんだけ進んでるんだ、ありえないだろうという衝撃の声が上がっています。さて、フィリピン国鉄に導入された元 JR 東日本キハ59系コガネ、現在はマニラ中心部にあるトゥトゥバンとルソン島南部のロスバニョスをつなぐ路線で運行しています。2011年には不定期夜行列車、2012年より定期夜行列車として運行されていましたが、2012年に自動車との衝突事故により運行を停止。2014年までに何度か再開はしましたが、さらにトラブルが重なりしばらく運休となって、基地や工場に保管されていました。約5年ほどの時を経て2019年に少しずつ運行を再開。2020年には塗装も塗り替えられ、現地では小金という愛称のまま親しまれているんだとか。改めてフィリピンで電車に乗った人たちはとても衝撃を受けたようです。なぜなら中古とは思えないほど小金は高品質だったのです。30年前に作られたというのに、回転式リクライニングシート、肘掛け内に収納されたインアームテーブル、レッグレスト、トイレ、洗面所、展望席などさまざまな設備があるとフィリピンで大反響を呼びました。 JR 東日本で使用されていた時と大きな変化はなく、特徴的な座席配置もそのまま、長い間放置されていたとは思えないほど綺麗な座席、驚くのも無理はありませんね。実は日本の鉄道車両の輸出は珍しいことではありません。日本は時代に合わせたより快適な車両を多く作っているため、古い鉄道車両は次々と世代交代の時を迎えているのです。日本に住んでいる方なら実際に体験している人が多いでしょう。東南アジアが主な輸出先で、引き渡した鉄道車両は1000を超えているんだとか。しかもすごいのが、ほとんど無償といわれる価格で引き渡しをしているのです。東南アジアはインフラ整備に急がされているという現状と、日本は廃車処理を行う方が数百万レベルでお金がかかってしまうので、まさに利害の一致。そして日本で走っている鉄道のレール幅が東南アジアで使われているレール幅とほぼ変わらないことから、大規模な補修工事がいらないこともメリットの一つです。日本で初めて鉄道が線路を走ったのは1872年、新橋横浜間の鉄道です。鉄道発祥の地であるイギリスから指導を受けつつ、日本の技術のもと線路が引かれました。この時世界でのレール幅は 1435mm、 それに対して日本のレール幅は 1067mm。 当時の日本の財政力、そして欧米に比べて狭い土地、そして多くの山があることから考えると、大きな機関車を走らせることが難しかったため、狭い幅にしたと言われています。実は早稲田大学の創設者、初代総長であり佐賀の七賢人である大隈重信氏が
日本での鉄道導入に深く関わっているのです。大隈氏は日本での鉄道導入に携わっていたイギリス人からおすすめの日本で走らせるならと1067mmを押され話は進みます。ですがこのイギリス人、日本鉄道にインドの中古資材を購入させることで大儲けを企んでいたそうです。ギリギリその企みが暴かれたのですが、時はすでに遅し、すでにインド側に発注がかかってしまい、日本初の鉄道は機関車ともにレールも中古品や注文流れ品になってしまいました。まさかこのイギリス人のおかげで現在の東南アジアのインフラ整備に役立っているとは誰も決して思わなかったでしょうね。大隈氏は日本の鉄道を狂気にしたのは一世一代の不覚と嘆いたそう。レール幅が狭いとその分輸送力が下がってしまうのです。台車の改良により幅を広くせずとも輸送力が上がったのはそれから約16年後1888年になります。どうしても欧米に比べて狭い島国である日本は鉄道は住宅の近くを通るのが避けられません。大隈氏の少しの後悔すら日本は積み重ねた年月と技術で解決してしまいました。海外では日本の鉄道中古車両は多く存在しますが、インドネシアのジャカルタ鉄道は都心の環状線や中央線などは大半が日本製のため、朝の風景はさながら日本の朝の風景のように見えます。英断5000系、6000系、7000系や国鉄203系、205系などが使われています。2000年頃ジャカルタの朝の風景はこんなものではありませんでした。屋根の上すら満員で乗っており、冷房もついていない車両はドアを開けてまで線路を走っていたのです。日本では考えられませんよね。線路には市場が並び、電車に引かれるんじゃないかと思うくらい近い距離で商売をする人々。ラッシュ時には何とも窮屈な車両なのに、扇風機ですら壊れている灼熱地獄となった車内。稼働できる車両が少ない中、鉄道を利用する人はますます増えていたのです。しかし生活水準も向上し、冷房が当たり前となっていた当時、電車は汚いし狭いし暗い、そして何より危ないという車内環境のため、電車は急速に敬遠されつつありました。ですが鉄道を使わないことには移動時間がかかりすぎます。ここで切り札として日本の中古車両が導入されたのです。新車よりも価格が安く、中古でありながら新車同様、そして冷房完備という日本の鉄道は喜ばれました。2013年頃には線路内の市場や駅構内での露天商による販売など立ち退きが行われたのです。一掃されたのは自動改札機の導入が決め手となったそう。今では駅にはコンビニがあり、快適で綺麗な電車に乗ることができます。昔では考えられないくらい整備されているジャカルタの鉄道ですが、インドネシア政府は2020年以降の中古車両輸入禁止という方針を掲げています。日本の中古車両に比べて自国での製造車両の信頼性はかなり低く、あまり受け入れられていないようです。日本では今後も車両の入れ替えが続くため、インドネシア以外のフィリピンなど発展途上国でこれからも多くの日本製の中古車両が見られることでしょう。インドネシア、ジャカルタは発展途上国とはいえ、日本の中古車両を利用しその快適さを知ってしまいました。よりいいものがあれば使いたい、そう思う心は共通でしょう。日本の技術を吸収しつつ自国の電車の技術を上げていきたいという思いからの輸入禁止なのかもしれませんね。インドネシアのジャカルタは日本の中古車両を導入したおかげで急速に発展を遂げたケースと言えるでしょう。とはいえ、日本で使われなくなった中古車両は全て海外へ輸出されていると言われればそうではありません。日本国内の鉄道博物館や私鉄テーマパークなどで多くの歴史的価値のある車両を見ることができます。日本での廃車となった鉄道車両は実は個人や企業が購入するパターンも多いのです。図書館として利用したり、
レストラン、また宿泊施設など個人の自宅としても使っている人もいるくらい、日本では鉄道、電車が愛されています。ところが JR 東海は2019年 N700 系新幹線電車の展示を始めるとともに、黒381系他の車両展示終了という発表をしました。現存最後のパノラマ型といえる黒381系、理由は博物館のスペースがないから、そして鉄道会社が運営している博物館の商業的目的のため、解体されてしまうというニュースを聞いた多くのファンからは悲鳴が上がったとか。日本では数多くの車両が交代しています。そんな中、全ての車両を保管することは難しく、今後大きな問題となってくるでしょう。日本からの鉄道技術の輸出が進んでいるのはこういった背景があるからかもしれませんね。まだ稼働はできますが、日本の高い安全性を保つためや車両入れ替えにより一線を退くことになった日本の鉄道車両たちは、海を越えた遥か遠くの土地でまた新しい電車としてさらに周りの人たちに愛される、電車として第二の人生を送っている日本の中古鉄道車両、これから世界で長く愛される鉄道として最後まで活躍してほしいですね。俺たちは少なくとも45年は日本から遅れてるってことか。俺の町にも日本製の鉄道車両が来てほしいな。中古なんてって文句言うやつ一人もいないだろ。乗るまでは高いしやめとけばよかったって思ってたんだけど、実際に乗ると日本的な美しさがあった。本当に素晴らしかった。これからでも僕たちが使ったり管理したりするからどんどん汚くなってしまうんだろうと思うと、なんだか申し訳ないね。早くフィリピンも日本に追いついてくれたらいいのに。何？日本製なの？じゃあ耐久性と品質が確約されてるようなもんだな。もうマニラの MRT みたいにはなってほしくないし。ほとんど無償でくれるなんて、僕らは日本に頼りっぱなしだよ。整備もこれから日本を見習ってしっかりしてほしい。だけど日本製ならずっと使い続けられる気もするな。どれだけ安心感あるんだ。廃車になった鉄道でレストラン？おいおいおい、なんて贅沢なことしてるんだ。電車として使わないなんて信じられない。僕たちからすると考えられないよ。こんな高級な車両本当にもらってよかったんだろうか。放置されている間も長かったのに、変わらない品質と安定感に驚愕しかない。たとえ中古だったとしても俺は日本製の電車に乗りたいな。もう途中で故障とかトラブルがあるの嫌なんだよ。ジャカルタだけどね、あれは本当に快適になったよ。それまでは床も汚くて壁も剥がれていたし、何より本当に狭かった。暑い、電車に乗ってて体調が悪くなっても仕方ないだろうって思っちゃうくらいだったんだから、日本から車両が来てからはそんな風に思うことはなくなった。何よりちゃんとドアが閉まるんだよ。当たり前のことって気づくのに時間がかかりすぎちゃったよね。日本本当にありがとう。中古なんて思えないほど綺麗だし本当に素敵。日本には世話になりっぱなしだよな。でもこれからも日本の車両をくれたら、どんどん俺の国も発展するんだろうなって確信しかない。日本の車両は何十年も走っていても綺麗で安全性が高く、見た目は古くても技術的にも全く古いものではありません。日本国内で廃車になっているものを海外に乗っていても大丈夫なのかという声もありますが、そもそも海外での安全レベルが低すぎるため、どう考えても日本の中古車両の方が保守管理もしっかりされており、一部故障しているなんてこともないのです。運行してからは車両の現状を維持する各国の努力と日本からのサポートの方がより重要な問題となってくるでしょう。中国や韓国で作られた車両や鉄道に比べると
日本の鉄道車両は中古でも故障も少なく乗り心地もいいと言われています。アルゼンチンの地下鉄を走っている日本の中古車両では自国の車両よりも快適だという声も上がるほど。もしかしたら今日日本で私たちが乗っている電車も30年後には世界のどこか外国の鉄道として運行され、全く会ったことない人が今あなたの座っている座席に座ったり窓から外を見つめるかもしれませんね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタンシェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。 Wow, beautiful. Even though it's 30 years old used trains in Japan, other countries still want to buy it. It's because Japanese people are great in maintaining trains. Clean, safe, beautiful. It doesn't even look like a second-hand train. In Philippines, we don't have much trains.Our LRT, MRT trains, they're very old. Well, I've heard recently that there's newly opened railway system in the Philippines. I guess it's from Japan. I have never seen it. I have never ridden it. Everyone knows that Japan has a very high technology. So even a 30-year-old used train, it will still look like it's brand new. Philippines is way far behind Japan.Everything Japan has now is highly praised in the Philippines. Advanced technology, futuristic design. How much more if it's Shinkansen? Oh my goodness, very expensive train. Well, anyway, thank you so much to the uploader of the video. And guys, thank you also for watching with me. I'll see you very soon.